で、続きなんですが、夏の場合は、部屋の暖かい空気を外に出すから、排気口を塞いじゃいけないんですが、夏の場、あ、じゃあ冬の場合だと、冷たい空気、部屋よりも冷たい空気を外に出すということだと、やっぱり排気は塞いじゃいけないのかなと思いました。塞いでしまったら、それだけ熱が高くなってしまうので、まずいのかなと思ったんですが、どうするかですね。今、一時停止しようと思ったんですが、あくびの方が早くなってしまったんですけども。まあ、とにかく、一番いいのは、冬の、を使う際に一番いい方法は、一番いいと勝手に思っている節電方法なんですが、室外機を黒い布がビニールで覆い、そこに光を当てて、室外機を温めるということが考えられます。ただ、どこを、光の当て方も難しいですし、なかなかうまくいかないかなと思っています。まず冬に一度エアコンをつけて、暖房機能で動かして、エアコンの暖房機能ですね、この暖房機能をつく時に室外機を温めたどうなるのかということをやってみたいと思っています。突然、まあ、多分、まあ、うまくいかないというか、室外機の周りに、使い捨てカイロと同じような鉄の粉や石灰、あと、なんだかな、なんとかオキシロード、なんとかロード、石灰だったかな、鉄の粉、石灰、木の粉などを撒いて、でも危ないな。火事になってしまう恐れがあるのですが、室外機を温めるときに使い捨てカイロを何とかうまく使えないのかなと思いました。外なので別に袋に入ってなくても、室外機の周りに置けばいいんですが、ただ、粉が室外機の、まあ、空気を取り込むところに入ってしまい、室外機自体を壊してしまうということを恐れもあるので、やっぱりなかなか難しいのかなと思うんですが、室外機を温める方法か。まあ、太陽のが一番いいと思うんですけども、それをどうすればいいのか、どう取り込めばいいのか。のような、なんていう、何曲線だったかちょっと忘れてしまったんですが、光が一点に来るような形のものを室外機のところに当てるようにすればいいんですが、その角度が何だったのかなとは思うんですけど、
光が一点に集まるやつなんですけども、そうですね、そう、太陽の光ですね、のように光を今、それがなかなかできないから苦労するのですが、問題点は光を集めすぎると火事になってしまうということがあるのと、あと、僕ので、まあ、当たり前なんですが、常にを温めることが難しいということがあります。それと夜だと使えないということがあります。夏の場合だとエアコンの室外機を冷やすのに夜だろうが昼だろうが、まあ、水をかけときもするんで済んだんですが、温める場合だとやっぱり温める場合だと夜だとちょっと難しいのかなと思っています。どう温めればいいのか、難しいな。で、どうしたらいいのかなと思っています。まあ、実際問題できるのは室外機に何か黒い布やビニールをかけるぐらいかなと思っています。あとはできることというのは鏡を、まあ、当てることはできるんですが、その鏡がどこに行くのかわからないのでなかなか難しいなと思っていますが、どういう感じでしょうか。